こんにちは、金町牛店の大下です。今日はですね、どういう動画を撮るかということなんですけど、こちらですね。こちら、私はですね、昨日ね、茨城県中小企業家同友会日立支部の8月例会の方に参加してきました。こちらのですね、感想動画となっております。報告者はですね、茨城県中小企業家同友会の日立支部の会員さんで、おられます。稲田スタジオ代表の稲田祐樹さんという方だったんですけども、まあ、写真屋さんのね、まあ、報告ということで、まあ、稲田さんはですね、昭和56年、日立市生まれということで、僕と同い年ですね、32歳、これ33歳ですね、なられる方なんですけども、稲田スタジオ3代目、高校卒業後、写真の専門学校へと進むも、20歳の時に父の病気を機に専門学校を中退し、帰ってきまして、稲田スタジオに入社。昨年9月にスタジオを新築し、仕事に、子育てに頑張ってますということなんですけども、はい。まあ、一枚の写真をあなたの宝物にということのテーマですね。稲田さんの方でお話をね、していただいて、そちらを聞いたんですけどもね。非常に良かったですよね。うん、僕が二つ良かったなって思ったのが、一つはですね、やっぱり今スマホとかね、デジカメの進化に伴いまして、どうしても手軽に写真も撮れる状況になる中で、写真屋さんにこう求められるものっていうのがやっぱり非常にまあ、写真屋さんに行かなくても手軽に撮れてしまうので、まあ、写真屋さんにね、行く機会がそもそもなくなってしまったっていうようなお話もありましたし、あとはやっぱりやっぱり低価格帯のものってね、やっぱりその他とのね、やっぱり価格競争なんかに苦労されてたという中で、やっぱり客層ですね、もう赤ちゃんとかね、そういったお子さんにこう絞ったっていう部分の、っていうね、まあ、戦略なんかはね、非常に、勉強になったなと思いました。まあ、具体的にはですね、まあ、赤ちゃんというようなね、まあ、客層をですね、絞りまして、まあ、この赤ちゃんのね、素晴らしい笑顔をね、撮るんだったら、こう、稲田スタジオにね、来てもらうっていうね、サービスを今心がけてますということでですね、まあ、その中で3歳から5歳のね、対象にした、素敵なね、イベントなんかも今後考えてますということで、非常に楽しみということですよね。あと、2点目はですね、まあ、お父様がですね、亡くなられて、まあ、実質、そこから、3代目としてですね、稲田さんが、まあ、稲田さんはもう結婚されてて、まあ、お子さんも、ね、おられるということで、そうですね、やっぱりいろいろこうやるときなんかは結構まあ、ご夫婦とかのね、まあ、喧嘩とかもあったというんですけど、今はね、まあ、一致団結してですね、まあ、家族で、皆さんでね、写真を撮ってるということですよね。まあ、今は奥様もね、写真を撮られたりですとかね、あとはまあ、メイクアップとかね、そういうふうな部分で、まあ、写真の、まあ、お仕事なんかを手伝っていると。で、非常にね、今は、まあ、うまくいってるっていう話でしたね。で、やっぱりまあ、お父様が亡くなるときに、まあ、稲田さんとね、まあ、病室でお話しした、まあ、一言が結構、まあ、グッときたんで、ちょっとご紹介したいなと思うんですけども、まあ、病室にですね、まあ、お父さんと、まあ、遺言って言うんですかね。まあ、まあ、一言二言お話した中で、まあ、そんなにね、稲田さん自身も、父親というかね、お父様と、まあ、市民にね、話すっていうのがあんまなかったということだったんですけどね。まあ、そうですね。写真には人を幸せにする力があるということをですね、まあ、お父様の方に、からですね、稲田さんにですね、まあ、あった、まあ、一言っていうのがありましたよね。まあ、やっぱそういった部分っていうのを、その時はちょっと稲田さんもわかんなかったっていうんですけど、今はやっぱり、振り返って、今お客さんと、まあ、接していくと、やっぱ、本当にそう思うんだなっていうふうなことを今、まあ、実体験というかね、お客さんを通して思っているということがすごく、良かったなと思いましたね。
やっぱり毎年毎年がやっぱチャレンジということで、まあ、稲田さんは学校のね、まあ、写真をね、まあ、例えば、運動会であるとかね、まあ、そうですね、卒業式であるとか、そういった場面場面のね、写真なんかも撮られるっていうことなんですけどね、まあ、中身の主人公はね、やっぱ違うので、そういったまあ、学校の、まあ、フォームというかね、こういう風にしてくださいとかね、毎年やっぱりこういった形でね、やってくださいっていうのはあるんですけども、やっぱりできるだけね、稲田さん本人としては少しずつでもね、ちょっとその写真がね、生きるような写真の撮り方であるとかね、そういうのをなんかこう心がけてるというのがなんかすごい素晴らしいなと思いました。そうですね、まあ、写真に立って、世界にたった一つだけのアルバムということで、魅力がある写真だとね、何度もこう開いてもらえるんじゃないかっていうのね、アルバムを作ることをいつも心がけてますというようなね、ご報告がとてもですね、印象的でしたね。皆さん素敵な報告ありがとうございました。